確かにね、やる気がすごい大事ですよね。まあ、人間は感情に左右されますから、感情、まさにやる気ですよね。やる気があるとかないとか、モチベーションが上がるとか上がらないとか。だからまあ自分の気持ちを自分でコントロールできなければ、その自分以外の誰もコントロールできないんですよね。だからあれじゃないですかね、自分を誰かが励ましてくれたりとか、自分を誰かが勇気づけてくれたり、ヒーローが出てきて何かしてくれるとか、王子様がね危機を救ってくれるとか、国が何かしてくれるとか、当てにしすぎなんじゃないかなと思うんですよ。もちろん当てにするのは悪いことではありません。当てにしすぎが良くないんですよ。どういうことかっていうと、当てにしてるなら自分がその当てにした気持ちに応えていただけるような活動をしてますかってことだと思うんですよ。やっぱりね、国でも行政でも人が運営してますから、人がルールを扱ってるんですよね。だからそこを動かせるかどうかなんですよ。ちょっとやそっとじゃ動かせないと思いますけども、でもね、やっぱ今まで人間の歴史っていうのは、いろんなルールを変えてきて、もしくはいろんなルールを作ってきて、もしくはいろんなルールをなくしてきて成り立ってるわけですよね。まあ、そう考えていくと、まあ変えることはできるんですよ。そして少なくともね、100メートルを3秒で走れなんてこと言ってないわけですよ。100メートルをゆっくりでいいからゴールまでたどり着いてくださいっていうことなんですよ、人生はね。で、自分が早くゴールにたどり着きたかったら、早く走るか早く動けるような手段を手にすればいいだけなんですよ。でも、まあああだこうだ言って歩み出さなければ何年経ってもゴールにはたどり着かないですよね。で、他の人がたどり着くのを見るだけになっちゃうんですよ。で、いつの間にかゴールにたどり着いた人を羨ましいと思ったり、妬んでみたりとか、攻撃してみたりってことになっちゃいます。でもどうですかね、やっぱりこう、まあ、頑張って自分の暮らしを自分の思い通りにした人って、誰かの足引っ張りたいような気持ちになるんですかね。むしろうまくいくことを応援するんじゃないかなと思いますし、自分の経験をお話ししたりとか、自分の考えをお伝えして励ましていくんじゃないかなと思うんですよ。その励ましっていうのはまさに人の気持ちを動かす行動ですしね、けなすっていうのは人の気持ちを潰していく行動ですから、じゃあ今までに誰の気持ちを潰してきたのか、誰の気持ちを盛り立ててきたのか、まさにそのモチベーターっていうんですけども、人の気持ちをモチベーション上げる職業ってあるわけですよ。 ないですけども、正確には。でも皆さんの心の中に、この人の言うことをやる気が出るわとかね、この人の言うことはもっともだわみたいな感じで、なんか癒されたり励まされたり勇気をもらったりしたことあると思うんですよ。まさに漫画とかね、映画とかね、歌とかね、なんかあると思うんですよ。例えば自分の大好きな人の笑顔に、なんかね、諦めかけていたものをもう一回取り戻したとか、なんかそういう三文芝居みたいなことってあると思うんですよ。で、私たちは大根役者ですから、三文芝居でいいんですよ。綺麗事のね、うがった見方をして歩めないよりは、やっぱ素直に全てを受け取って堂々と前に進めばいいんじゃないかなと思いますね。もちろんそれぞれの方が自分の思うように進んでると思いますけども、現実がすり寄ってくれないとすれば、こちらから現実に、まあ何て言うんですかね、合意していくしかないのかなと思いますね。まあ打つ手はまだあるということでございます。その打つ手が何なのかわからない方は、この億万長者合宿に来ていただければいいんじゃないですかね。では、いってらっしゃい。